どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人エルザです。今回はランハを使用して一区切りしましたので、改めていろんな視点での評価と順位をまとめてみたいと思います。新しいキャラが登場するとどれぐらいの使用感なのか評価ってしたくなりますよね。特に位置づけてなるとどのあたりに来るのか自分の中でも評価ってありますので変わってくると思います。結構大事にしておきたい部分でもあるんですよね。特にスターレールに関しては環境があまり変わらないって状況が続いてるんですよね。そうなった時に今ランハの登場したことによってこのキャラがどの位置まで食い込めるのかっていうのは気になる部分になるのかなと思います。ということで今回は星5キャラのみですが、アタッカーの優劣、サポーターの相性など評価をまとめてみたいと思います。では本編に入りたいところなんですが、今回の動画に関してはティア表をオリジナルで活用していますので注意があります。今回の動画に関しては完全なる個人の主観として評価をしています。ある程度キャラを試していますが、厳選度合いやプレイスキルによって評価が変わりますので、あくまで参考程度にご視聴をお願いします。では注意の方もお話ができましたので本編に入っていきたいと思います。まずはアタッカーの優先度合いから見ていきたいと思います。これに関してはアタッカー使ってて使いやすさとか総合的なものでティア表を作っています。まず簡単な紹介だけしたいと思います。SS に関してはどれでも使えるというか平均的に強いというところですね。まあ、蛍、飛翔、読みが入っています。で続いて S に関してですが、それなりに強いというところですね。問題なく使えるレベルというところです。A に関しては普通程度というところですね。で B に関しては現環境だとちょっと厳しいというところになります。でこの評価の順番に関してですが、基本的にはモチーフなしで判断しています。また最適変数を組んだ時を考慮しています。またこの順番に関してなんですが、やっぱ環境に合わないってなってくると使用頻度が減りますので、実際のプレイでの使用頻度なども考慮しています。そのため人によっては評価が変わる部分があると思いますので、そのあたりは参考程度というところでやってください。じゃあこちらの優劣度合いというところで話をしていきたいと思いますが、まずランハの位置づけとしてポイントが2つあります。ポイント1つ目は火力はトップクラスに高かったというところですね。まあ、超撃波で火力が高いためダメージだけで見ると扱い的には上位に入るレベルかなと思います。普通に90万とかダメージ出せる時あるので SS 並みかなと思います。そういった点では既存のアタッカーよりも火力は出しやすいとがありますので、ちょっとね高めなところっていうとこです。ただ SS にならなかった理由っていうのが次です。毒性相性で差が出てしまったっていうところですね。ダメージに関してなんですが、本当これは申し分ないなっていうところなんですね。モチーフなしでこんだけ出るのかと思ったぐらいですからね。ただ、どうしても SS 枠よりも属性相性が悪い際の破壊力が足りない部分っていうのがあるんですよね。上の3人に関しては属性相性が悪くてもある程度ご利用しっていうのができます。なんですが、ランハに関してはどうしても超撃波の条件っていうのがありますので、極端に火力が落ちてしまうんですよね。なので、そういった点を考慮した場合は、今回はちょっと低めになるのかなっていうところで S にしています。この辺りの適応力が高ければ SS に全然入れるレベルだったのかなと思ってますね。なんかこのバランスの取り方はすごく運営さんは上手だなと思いますね。ではせっかくなので SS の環境入りのキャラとも比べてみたいと思います。まあ比べる部分としては2つですね。まず1つ目、弱点がない場合で差が出たっていうところです。まあこれは正直辛かったなっていう部分ですね。まあランハに関しては環境入りと比べた場合、弱点無視所持の割には弱点属性がつけないと極端に火力が落ちる傾向があります。これ面白いのが、ホタルは弱点つけるから無理やり超撃波の発動を狙えたりとかっていうので強いんですけど、弓の場合ってそもそも必殺技が強すぎるとかあるんですよね。飛翔に関しては味方との連携が取れるので無理やり火力が出せるっていうところもあるんですよ。なんですが、ランハに関しては一人でどうにかして火力を出すっていうのがありますので、ランハの性能を落とすきっかけが出てくると極端にダメージが下がるんですよね。弱点がない場合は本当辛かったなっていうところがあります。ここが環境入りと大きな差になりましたね。なんか扱いやすさまで影響を受けた部分かなと思います。そして二つ目、チャージ効率で変化が出るっていうところです。これに関してはダメージだったり戦闘効率両方ですね。まず敵の弱点撃破によってランハは特殊なチャージを獲得することが可能となっています。そうなってくると敵の状態に依存されやすくなるんですよね。弱点撃破する相手がいなかったりとか、行動順が早すぎてそもそもチャージを貯めれる機会がなかったってなってくるとダメージが左右されますので、そういったチャージ効率で変わるなっていうところがありました。
ですが、先ほどの SS の3人に関してはそういったものに影響を受けず火力を出せるようなところがありますので、その点は大きな違いなのかなと思います。そこがね、どうしても SS になりきれなかった部分なのかなと思いますね。ただ S の中でも評価はめちゃくちゃ高めだなと個人的には思っています。それではアタッカーの優劣度合いについてまとめていきたいと思います。アタッカーとしてホタルよりもちょっと劣る超撃破という感じになりましたね。毒性無視ができるも行動順や敵の撃破状況によってダメージが影響を受けることが多いので、環境の3人よりもちょっと劣るという感じでした。ただ弱点さえしっかりつければダメージは出せますので、環境の3人と比べた場合は劣るという感じになります。続いては相性がいいサポートキャラを見ていきたいと思います。こちらに関してはラーハを使ってて相性良かったサポートキャラを相性順に並べたというところになります。まず SS に関してですが、必ず入れておきたいメンバーというところですね。 S に関しては入れ替え候補というところです。 A に関しては普通、 B に関しては妥協というようなところになります。ではこちらについて、まずサポートキャラについてのポイントを2つ話していきたいと思います。まあ、基本的には SS サポは絶対欲しいっていうところなんですが、まず1つ目です。調和主人公は絶対外せないっていうところですね。ランハを使うのであれば調和主人公は絶対入れておかないといけないっていうところがあります。これに関してはダメージや戦闘効率において半減するレベルだからです。どれくらい下がるのかっていうところですが、これに関しては星音構成だったりとかでやったんですけど、グラリンは12で主人公がいない場合10ラウンドぐらいかかるんですよね。なんですが、超主人公がいるともう5ラウンドぐらいでクリアができるぐらい効率が上がります。まあ、理由としては超主人公の作陣地の手助けであったり、超撃破の転換ダメージが増えるとか、そういったものがあるからです。あとは撃破特攻のバフとかですね。まあ、そういったのを重なった時に調和主人公がいるだけで効率が倍ぐらいになりますので、正直外せないキャラかなと思ってます。この3人の中でも特に調和主人公だけは外せないですね。なので必ず編成に欲しいキャラというところです。ですがこの中でも SS に匹敵するようないいキャラもいます。それが S にいるブローニャですね。こちらも最適というところです。ブローニャの行動順アップに関してですが、ランハの EP 回復と行動機会を増やせるため非常に相性が良くなってます。 EP 回復に関しては直接回復というわけではなく、行動機会を増やして攻撃させて回復というところですね。なので SS が揃っていないなら入れても問題ないレベルぐらいで相性がいいキャラとなっていますので、ランハを組みたいんだけどサポートが足りないという時はブローニャも検討してみてください。連続攻撃がね、非常に相性が良くて良かったなと思います。ではこちらのサポートキャラに関してですが、その他にもいろいろと注意点というか気になるところも話していきたいと思います。こちらも2つほどですね。まずサポート枠に関してですが、ほぼ固定と思っておいてください。その上で話していきたいと思います。まず1つ目、 S ぐらいまでが最適かなっていうところですね。これは使ってみての感想もありますが、正直 S ぐらいまでがランハと相性がいいところかなと思います。特に超撃破運用となるため基本は固定が理想ですね。 SS メンバーと合わせるのが理想です。ですが弱点や EP を補う場合は銀狼やホホを入れて編成を工夫するっていうのも大事になります。例えば虚数弱点持ちがいない場合は銀狼、羅刹、調和主人公、ランハみたいな感じで組むのも良かったりしますね。こうなると虚数弱点無理やりつけたりできますので非常に相性良かったりもします。また羅刹を持ってない人からすれば、ホホを入れれば EP 回復のカバーとか攻撃力アップの手助けもできますので、そういったところでもね、相性がいいのかなと思います。じゃあ他のバッファーとかはどうなのかっていう話なんですけど、正直使ってて思ったのは、デバフや会心系に関しては全く恩恵はなかったなと思ってます。特に AB のキャラですね。でランハ自身に関してなんですけど、基本超撃破以外で火力を出すことができないです。会心ダメ系のランハとか作ってみたんですけど、なかなか伸びなかったですね。やっぱ超撃破のダメージいくら出せるかみたいなところでした。デバフももちろんいいんですが、そもそも弱点撃破をした時にやっとダメージが出せるようなキャラとなってますので、防御デバフだったりとなんか相性がそこまで良くないんですよね。なんか噛み合いが悪いっていう感じです。相性はいいんだけど噛み合いが悪くて結果ダメージが出ないっていうこともあったりしますので、まあデバフとかね、会心強化系はあまり恩恵が少ないのかなと思ってます。やったところして花火と不言を入れた編成とかやってみたんですけど、まあ、なかなかね、会心ビルドでやってみたりとかしたら微妙なところはありましたね。ほんと難しいなと思いました。なので、まあ、S までが妥協なところかなっていうところになっています。では相性がいいサポートキャラについてまとめていきたいと思います。
ランハに関しては長期期8000本のアタッカーとなっていますので、サポーターもそれに合ったキャラが多くなる傾向です。特に SS 枠が理想となっていますが、足りない場合は S から行動順や弱点撃破の効率を考慮して選ぶと相性が良くなるっていうとこです。ほんとここと組み合わせるのが一番いいのかなと思いますね。続いてはエンドコンテンツについて話していきたいと思います。まずは裏庭からですね。裏庭に関してですが、評価としては S ぐらいになりました。でも S でもだいぶ上の方というとこですね。ではポイント2つ話していきたいと思います。こちらに関してですが、虚数相手なら十分な火力は出せるため強いっていうとこですね。裏庭中に前半で虚数弱点持ちがいる場合ですが、しっかり弱点つければ1ラウンドクリアっていうのは可能でした。普通に使ってて1ラウンドクリアできて楽でしたからね。で、火力も出せれば問題ないっていうところがありますので、今後も活躍はできるのではないかと思ってます。ただし虚数弱点に特化したものっていうとこですね。そしてポイント2つです。こちらが結構大事で、ゴリ押しは難しいっていうとこです。先ほどの弱点の話になってきます。これに関しては、まず読みやホタルといったキャラのように弱点を完全に無視した攻略っていうのが難しいんですよね。なんで難しいのかっていうとこなんですが、ホタルや読みに関しては火力や攻撃頻度が多くなっていますので、無理やりダメージを稼ぐってことができるんですよ。なんですがランハに関しては弱点をつかない場合、火力を出すことも攻撃頻度的にもそれが辛いっていうところがあるので厳しくなっています。そういった点ではゴリ押しをして攻略するってことは難しいので、ゴリ押しで攻略することは避けておきましょうというところになります。ランハに関しては虚数特化型のアタッカーみたいなイメージで、陰月みたいな使い方をするのがいいのかなと思ってます。無理やりね、属性が合わないところに入れるというよりかは、属性を噛み合わせてより楽にクリアするっていうのが理想なのかなと思いますね。ただ貴重な虚数アタッカーではありますので、評価は高めかなっていうところになります。続いて虚構叙事について話していきたいと思います。虚構叙事に関しては SS ランクですね。ただし J 度よりも下っていうとこです。まず虚構叙事に関してですが、ポイントは2つあります。1つ目、最適編成が組めたなら満点は余裕で可能というところでした。ランハの編成次第っていうのはもちろんあるんですが、ラウンドを残して満点クリアできるぐらいの相性となっていましたね。非常に使い勝手が良かったです。また衝撃波運用で複数人相手できるようになっていますので、精鋭以上の対応力が高かったのもいいところですね。これは衝撃波のダメージが本当高く出せるからっていうところが、 HP の高いボスと相性が良かったなと思います。このあたりはジェードとかと比べるとかなり楽だったなと感じますね。ですがポイント2つ目、注意もあります。ゴリ押しはやはり難しいっていうところですね。弱点が今回虚数ということもあり、ジェードのようなゴリ押しで勝てるところまではないかなっていうところです。もちろんジェードもね、弱点は必要かなと思いますが、ジェードに関しては追加攻撃による連携でゴリ押しっていうのができるんですよね。特にヘルタとかヒメコとうまく組み合わせれば、そもそもジェード自身がどうこうっていうわけではなく、みんなで火力を出すことができるので非常に強くなってます。ですがランハに関しては全体の適応力が上がったといっても、弱点撃破をした際にダメージが出せるようになっていますので、ダメージを出す条件っていうのもちょっとハードル高いんですよね。しかも弱点撃破をしたら他の味方が弱点撃破で追撃するのかっていうと、そういうわけではありませんし、ジェードと比べるとそういったゴリ押しに近いものの攻略っていうのは難しくなっています。そういった連携が取れないっていうのもちょっと痛いところかなと思いますね。そういった点ではジェードよりも少し劣るかなっていうところになっています。ただ虚数弱点の場合はめちゃくちゃ輝くキャラではありますので、虚構叙事の適性はめちゃくちゃ高いなと思ってますね。それでは続いて末日についてです。こちらに関しては SS ランクってとこですね。ここ数回の傾向を見てると虚数弱点が来てましたので、ランハは非常に相性がいい方かなと思います。ただそれよりもずば抜けて高いのが衣装の追加攻撃編成ですね。まあ、必須級にちょっと欲しくなるぐらいの強さがありますよね。では末日の原因について2つほどポイントを話していきたいと思います。まず1つ目、撃破さえできれば強いというとこです。まあ、雑魚敵が多い末日の場合なんですが、撃破をするほどチャージが貯めれるっていうのがありますよね。なので補正の火力を出しやすくなっています。このあたりは虚構叙事とも似たようなところがありますが、本体を倒すまでは雑魚がどんどん湧いてきたりとか、弱点撃破してもすぐ人生が戻るってことがありますので、チャージが貯めやすい状況になっています。そういった中でボスでいざ火力を出すっていう時に数十万でダメージを出しやすい環境ではありますので、まあ、撃破さえタイミングさえしっかりできれば末日でも活躍できるなっていうところですね。
ただ末日に関しては適性が高い理由がもう一つあります。それが次ですね、強化攻撃と相性が非常にいいというところです。強化攻撃によってまとめて敵を倒すってことが可能なのはもちろんなんですが、弱点撃破と超撃破を狙えるため耐久力が高くてもまとめて処理ができるんですよね。末日ってどうしても単体だけじゃなくてその周りにいる取り巻きをうまく処理しないといけないっていうのがありますので、その取り巻きもちゃんと処理しつつしっかり本体にも削れるって考えると、ランハの強化攻撃は非常に相性がいいところとなってますので、処理能力が非常に優秀なのかなと思います。評価がちょっと高すぎるっていうのはあるかもしれませんが、末日に関してはこれぐらいの性能の高さなのかなと思っています。それではエンドコンテンツについてまとめていきたいなと思うんですが、弱点依存は非常に高いキャラかなと思います。ですがどのコンテンツでも高い水準で戦うことができるようなダメージを持ってますね。超撃波とチャージストックをうまく活用して戦えればより効率も上がるってことがありますので、戦略性の高い戦いができるのもいいところとなります。正直使ってて楽しいですからね。うまくハマってダメージがいっぱい出た時には笑っちゃうぐらい楽しいですからね。このキャラは本当いいキャラだなと思います。それでは最後に動画のまとめについて話していきたいと思います。まとめとしては3つですね。まず1つ目、環境変化は起きないが強力なアタッカーとなったっていうところです。ランハに関しては現在の環境入りするほど強いのかって言われるとそうではないんですが、ホタルに続いて優秀な超撃波アタッカー的な位置になっています。そのため今後の編成パーツ次第ではかなり活躍が期待できるのかなと思ってますね。今の編成が完璧かって言われると、ある程度は完成されてるんですけど、虚数に特化したものかって言われるとそうではないので、まだまだ期待できる部分が多いのかなと思ってます。また編成が揃うほど強く扱えるキャラなのかなと思っていますので、使用するなら最適編成を意識したいっていうところがありますね。ランハの注意としてなんですけど、ほんと最適編成が組めないと火力が落ちる要因となりますので、その点だけは注意しておいてください。それでは続いて2つ目です。サポーター依存は高めのキャラとなっています。ランハに関してですが、最適なサポーターで組もうとするとどうしてもキャラ依存は高くなるんですよね。例えば調和主人公は絶対入れたいとかです。こうなってくると、ホタルと基本的に編成が被るため、裏庭のような一部の場面においてはちょっと考え物になります。必ず2枚編成を使いたいっていう場面で、どうしても取り合いになってしまうんですよね。ルアンみたいな状況が他にもできるってことです。なので、他の代用キャラも少ないっていうところがありますので、サポーターの採用はしっかり注意していきましょうっていうのが注意点となります。こういった点からね、ほんとサポーターの依存は高めだなと思いますね。それでは最後です。エンドコンテンツでもしっかり活躍ができるっていうところですね。ランハに関しては虚数弱点という条件は必ずつきますが、エンドコンテンツにおいて必殺技の回転率と効果力が非常に相性が良くなっています。特に活躍ができるところとしては、超撃波で虚構女子対策ができるっていうところですね。この活躍が期待されているような状態となっています。現在でも十分強いですからね。また他のコンテンツもクリア可能な性能となっていますので、適性自体はしっかり高いキャラというところです。なのでエンドコンテンツクリア目的で欲しいという場合でもしっかり活躍できる十分いいキャラなんじゃないかなと思います。ただ先ほど話したサポーター依存が高めというのがありますので、このあたりの考え物なところかなと思いますね。ということで今回初めてのティア表を作ってみて、自分の考えをまとめつつ話をさせていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。なかなかね、こうやってキャラを並べて誰が強いどうこうっていう話じゃないんですけど、正直並べてて思ったのは環境依存したキャラの並びになってるんだなぁと改めて感じたところです。それによって使用頻度が変わってきてるので、順位もそのまばらになってきてるってとこですね。ただ一定のキャラが優遇されてるような状況ではありますので、上位がそこまで変わらないっていうのも現状としてはあるのかなと思います。今後ね、新しいキャラがまた増えてきますので、そのキャラが加入した時にこの順位がどう変わるのかっていうのを楽しみにしながら、今回はここまでにしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。